皆さん、こんにちは。お元気ですか？コンテンポラリーの白ひげです。僕は元気です。お家でもし久しぶりに床ゴロゴロやりたいと思った、そこのあなた、ぜひ今からやるコンビネーションを試してみてください。では始めます。両膝を立てて。はい。まずは左に倒してみましょう。ゆっくりと。膝の重みを感じながら、そう戻して、反対、右に、膝股関節緩めて、胸の力を抜いて、はい。今度首もつけてみましょう。両膝は左、顔は右に、お腹は真ん中を意識して、はい、両膝右、顔は左に、はい、戻して、もう一回です。両膝左、顔は右に、戻して、ラスト。両膝右、顔は左。はい。そして、センターを意識している状態で足を振ります。両膝を左に倒して、右足スイング。さあ、反対。胸は力抜いて、お腹もできる限り持ってかれないように。でも、膝や股関節は意識的に力を抜きましょう。そう、左右同じ数だけやったら、はい、右足スイングスト。左肘を胸の方に折り曲げてきて、右手と右足をつなげながら大きく回していきましょう。そして上半身を起こしてきて、水と力上を水平に。はい、ゆっくりね、下ろしていきます。左手、左肘、左肩、頭、右手を大きく回して、両手広げて。反対、左足スイング。右肘を折り曲げて、左手と左足をつなげて大きく回していきましょう。はい、手に戻ってきて。はい、何回か繰り返します。もう一回ずつ。はい、そしたら上半身を起こして、次はお尻を床の上で転がします。手で床を押して、膝、太もも、お尻、お尻、太もも、お尻、膝。そう、そう、滑らかに。一回一回手で床を押して上半身を浮かせて。そう。もし触れる人は足を踏みましょう。ちょっと畳だとやりにくいんですけど。これも左右同じ数だけやったら、膝をひっくり返して、小指からゆっくり床に下ろしていきます。左手で少し引っ張りながら、はい、反対。ひっくり返して、小指から、そしたら、右手、体横に向けて、右手床。背中を起こしていきましょう。はい、そして膝を曲げて軽くジャンプ。そーっと着地です。もう一回。そしてひっくり返して。次は両手か手に体重を乗せます。そう、臆することなく手に乗せる。そう。そしたら指先から下ろしていきましょう。はい、膝ひっくり返して。今度、手、肘、肩、頭。右足、前後、両足、頭の方の床に、両手腰下げて、胸から両足をまっすぐ伸ばしていきましょう。はい、胸、膝、力を抜いて。左手で左の腰を支えながら、左足から下ろしていきます。そしたら、奥の方に体を丸めて、はい、手で床を押して起こしていきます。そして、後ろ、はい、そしたらすぐ後ろ向いて、右足を少し上から振ってみましょう。右膝力抜いて、右足の重みで、右足の付け根を伸ばします。はーい、インに。小指、膝、お尻と、両足前に投げ出したら、一度前に脱力。はーい、背中から、両足後ろに。軽く息をつけて、ほっ。はーい、これがワンセットです。もう一度だけ、右行こうかな。はい、仰向けになってる状態で両膝を立てて、
はい、左に倒して右足スイング。2回ずついきましょう。3、4、はい、そしたら右足スイング。左肘を折り曲げて、右手と右足をつなげて、大きく回してきて。さあ、床に入っていきます。反対、左足スイング。ストップ。右足を折り曲げて、左手と左足をつなげて、大きく回して。胸柔らかく。もう一回です。はい、そしたらひっくり返して、お尻を床の上で柔らかく転がします。車輪のように転がしましょう。一回一回手で床を押します。そしたら小指をひっくり返して、小指から行きましょう。そしたら体を横向いて、手で床を押して背中を上に。はい、一度柔らかくジャンプ。もう一度、音立てないよ、俺のように。はい、で手に対処。さあ、そしてひっくり返して、両足を頭の方の床に。はい、一度上に緩めて、はい、左足から、はい、奥に丸まってから起こしてきて、後ろ右足すぐ後ろ向いてるよ、右足後ろ外側から回してきて、膝力を抜いてイン。さあ、では前ダン、かけ気をつけた、ふう、左行っておきます。両手広げた状態、両膝立てて、今度左足から右に倒して左足振り、2回ずついきましょう。さあ、右足を曲げてきて、転がします。足触れたら、はい、こうか、左手で床を押しましょう。ああ、よくジャンプ。あ、難しい、左手に乗るって難しいですね。オッケー。そしたら、ひっくり返して、手に、おかすることなく、音を立てないように着地。左足を開いて、今度は右手、右肘、右肩を立てて、はい、まずは上。さあ、今度は右手、右腰を支えて、下ろしていきましょう。奥の方に丸まって、しっかり左足、今度は左足を後ろに向いて、外側から回して、左足の重みで左足の付け根を伸ばしたら、インに、小指、膝を押し、両足前、はい、頭の後ろ、軽く息をつけて、上じゃ、お、意外と。いい運動になるんじゃないかと思いますので、もしスペースが許すようであれば試してください。はい、じゃあまたスタジオでお会いできることを楽しみにしています。それまでお元気で、またねー。